おうちから楽しむ園芸ラボのか YouTube 動画チャンネル、ついに150本達成しました。ということで今回は影の人気講座、これを紹介したいと思います。皆さん何だと思いますか？いろいろね、寄せ植え教室とか、いろいろあとピザ作りとか結構人気講座あるんですけど、実はこれが密かな人気となっています。それがなんと、じゃーん、冷凍梅でシロップ作り体験。これですね、これ通常やってる体験なんですけど、人も結構来まして、結構何回も来られるお客さんもいるというふうな密かな人気になってます。それでまあこの嶺南地方、結構梅の産地ということなんですけど、その梅を冷凍したやつを使ってます。ちょっとだけまあ県内のそのどんな品種があるのかなっていうのをちょっと説明させていただきますと、福井梅、この福井梅についてはこの嶺南地域、特に三方五湖周辺で大きな産地になってますが、その代表的な品種としては紅さしとか剣先、これよく梅干しとかに使われる品種がありますね。それでまたこちらの方に新平太夫とか福田夫、これがまあ最近の品種ということで、これらの作付けも増えているというふうな状況にあります。そしてこの今回の冷凍梅でシロップ作り体験に使う品種は福田夫という品種になります。この園芸ラボ農家の隣には福井県の園芸研究センターと、まあ、元園芸試験場と言われている県の研究機関施設があるんですけど、そこが育成した品種です。平成17年に品種登録されております。さあ、どんな特徴があるかというと、まあ、これは木の上でも大熟するというふうなことで、まあ、特にその加工適性としては福井梅の中でも特にその完熟での加工適性で、いろいろ梅干しとかの他にもお菓子類とかジャムとか、そういったものにも、まあ、加工しやすいというふうな品種でございます。はい、ではここからは冷凍梅でシロップ作り、実際にやってみたいと思います。用意するものとしては、この福田、先ほど言った福田湯という梅を冷凍したものですね。あと氷砂糖、あと容器になります。冷凍梅と氷砂糖を 400g ずつ測って、それを容器に入れるという作業をします。はい、まずは氷砂糖です。このように袋、ビニール袋を容器にこうやって被せて、はい、実際に測っていきます。まずはこの氷砂糖ですね、氷砂糖を 400g 測ります。大体 400g でいいです。分かりました。はい、で取ります。これ一度取ります。はい、次に冷凍梅を測ります。これも同じく、今度は容器に直接入れます。400g の冷凍梅をこれにたっぷり入れました。はい、これ 400g 測った梅、これに次冷凍梅とこの先ほど測った 400g の氷砂糖、これを混ぜていきます。この冷凍梅、まず重なっている梅をまず取り除きます。だいたいこんな感じで1段目平らになるような感じにします。はい、これに氷砂糖を半分入れます。はい、大体半分入れ終わりましたら、こうやって1段目1回平らにします。このような形ですね。はい、その後残った梅を入れていきます。こんな感じですね。そしての最後、半分の氷砂糖を全部入れます。
そして上の方を平らにして、だいたいこのような形、このような形にします。はい、上平らなことを確かめてから最後にこの蓋を閉めます。きちっとパチンとなるまで閉めてください。途中で漏れることのないように、こんな感じになります。はい、これで完成です。ここまで準備できました。あとはここから涼しい家の中の、これ日の当たらないところに置いていただくということになりますが、だいたい 2,3 日するとこの梅から汁が出てきます。そうしたらこれをうまくこうやってなじませるような形で振ってください。あまり強く振りすぎないように、はい、そういう作業を繰り返していきまして、だいたい2週間経つとだいたい氷砂糖が溶けます。溶けきります。そしたらもうシロップの完成というふうになりますので、あとそれができましたらシロップはシロップだけをなんか瓶に取っていただいて、あとこの梅もまた食べられたりしますので、これもまた違う瓶にとって、そして長期間飲む場合は長期間保管する場合は冷蔵庫なんかに入れていただくというのがいいかなと思います。実際にこのシロップ飲まれるときは水なり炭酸なりそういったもので薄めて飲むと非常に美味しいフルーティーな味がしますので、ぜひ皆さんも一回体験してもらうといいかなというふうに思います。皆さんどうでしたか？150本達成記念影の人気講座の紹介シリーズということで、今回冷凍梅でシロップ作り体験を紹介させていただきました。またこの体験につきましては通常毎日やっておりますので、振るってご参加いただけるといいかなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。